はい、ネオフピーの藤井です。今日もこの動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。久々にですね、運転をしながら YouTube を撮っているというね感じで今日はお送りしていこうと思いますが、昨日ですね、2017年スタートダッシュ、新規キャッシュポイント構築ワークショップっていうのがやったんですけど、ご参加いただいた方ありがとうございました。そして動画ねお待ちいただいている方、実は動画購入者の方が多かったんで、もう編集はだいぶ終わっているので、今もうちょっとしたらねお届けできるかなと思います。ちょっとねこう質問もあったりとか、私のねこう伝え方も悪かったんですけど、こう昨日来た方にね、何人かにこれを言われたんですね。で昨日お伝えしたのは、僕の新規キャッシュポイント構築には3種類の種類キャッシュポイントがありますよっていうので3種類全部紹介したんですけど、1つは、労働集約型の収入と、2つ目は、既得権利型の収入、そして 3つ目は不労所得型の収入と。で不労所得型の収入で、お話ししたのが、要は資産運用も含めて、やっていきましょうと。で非常に少額からできるんでっていうのは話してたんですけど、質問としてね、質問というか、まあ、感想を見ていてちょっと思ったのが、僕には運用できるだけの資産がありませんっていうね、これ結構みんな言いがちなんですけど、まあ1万円からできるものでもお金がないですかっていうところもあるし、それをねこう人にお伝えしていくっていうことも、まずは1万円からやってみて、それを人にお伝えしていくっていうことも実はこう収入になるんですね。なのでこういうね、できない理由って言ったらちょっとあれなんですけど、昨日来ていただいた方に向けてもねこのメッセージを送ってますけど、そういうその単品で考えるんじゃなくって、やっぱ面でね考えてほしいなと思いますし、やっぱ自分がね恩恵を受けていることを人に伝えるだけでもし収入になるんであれば、それはすごい、そんないいことないじゃないですか。自信持って言えるし、はい、なのでこうそれ単体で考えないようにビジネスをしていった方がいいかなと思います。昨日ご参加いただいた方のねこう質問というか感想にちょっとあって気になったので、動画を撮ってみました。そして全体的な振り返りなんですけど、昨日ですね、朝ちょっと熱が出ましてやべえなと思って、病院行ったんですよ。で点滴打ってもらって、で体調もね整えつつですけど、やっぱりその日は、その日というかそのセミナーね夜7時半からあったんですけど、やっぱりちょっとだるくてね、で準備不足だったところもパワーポイントなんかは一部あったんですけど、なんかそれを感じさせないですねって言われたのが非常に嬉しかったです。この様子をね、メールマガジンご覧のいた皆様にもお伝えしていこうかなとは思っているんですが、やっぱり一番ねこう僕は思ったのは、みんなやっぱ悩んでるなっていうか、その選んでほしいんだなっていう風に感じました。やっぱりこう稼げる手法とかネタとかっていうのは、まあ、これ昔からそうなんだと思うんですけど、やっぱりいっぱい転がっていて、自分に何が向いてるのか、最適なものは何か、今自分がやるんだったら何がいいのかっていうのは、こう結構ね背中を押してほしいんだなっていうのがよく分かりました。で今後もねその活動を続けていこうと思いますし、ちょっと運転しながらで申し訳ないんですけど、キャッシュポイントはまあ多ければいいっていうもんでもないんですが、収入のリスクヘッジっていう意味ではやっていくべきだなと思うんですよ。で手間のかかるものとかからないものとあるんで、それをね均等に持っていけばいいのかなと思います。なのでまあ、これがねネオフピー僕の1万円のコストカットよりも1万円の収入アップを、それ人それぞれにねその特性とか適性に合わせて、お伝えしていくっていうのが改めてね昨日僕のやっていくべき、仕事かなというふうに感じたので、このね振り返りとして動画を撮ってみました。こういう感じでね運転しながら、それも夜だね、やるのってなかなか新鮮だったかなと思います。はい、ということで僕の師匠の久保拓へ着きましたので動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。